こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は自系水、こちらを紹介したいと思います。自系水、こちら の文字を見ていただけると分かりますけども、慈恵医大病院のオリジナルウォーターですね。実際ですね、慈恵医大病院ですかに、行くとですね、売店や自販機で売っていますので、結構簡単に手に入れることができます。このようにですね、キャップにもちゃんと慈恵と入っています。オリジナルのウォーターとしては結構作り込んであるなという感じですね。じゃあラベルを一周してみましょう。これ実は中身は富士ミネラルウォーターなんですね。最近はですね、このようにラベルを付け替えただけでオリジナルとして売るケースみたいなのもですね、結構多くて、いろいろな店とかですね、学校がこのような形でオリジナルを発売しています。ですね、採水地が山梨県富士吉田市、富士吉田市といえばですね、水の聖地みたいなもんです。もう本当にあちこちで、水を楽しむことができる場所がありますし、実際行ってみると分かるんですけども、周辺地域も合わせてですね、富士山の存在が非常に大きくて、ここなら水、いい水が出るだろうなというような雰囲気があります。実際もう僕もですね、50回以上は余裕で訪れているんじゃないかなと思うぐらい、ですけども、これからもおそらくもう何十回と行くはずです。製造者が富士ミネラルウォーター株式会社。富士ミネラルウォーターっていうのはですね、日本のミネラルウォーターの先駆けみたいなもので、非常に歴史がある伝統のある製品ですね、水ですね。サミットなんかでもですね、使われることがありまして、格式も高いと言いますか、信用のある製品だと思います。実際飲んでみてもですね、日本人の好みに合う、飲みやすいさらっとした癖のない水で、どんな場面にでも合う、どんな場面でも活躍できる水だと思います。硬度がですね、28、pH が8、バナジウムが100マイクログラムパーリッター入ってますね。バナジウムっていうのは高血圧とか糖尿に効くと言われていますけども、この1本でこの100じゃないですね、50マイクログラム、リッターで100マイクログラムですから50マイクログラム含まれてるわけですけども、1本飲んだところで効果なんかあるわけがありません。効果を期待したい人はですね、継続的に飲む、定期的に継続的に飲むってことを心がけないといけません。ただその効果もあるかどうかっていうのは分かりません。自分にとって効くかどうかも分かりません。薬じゃありませんから。ですから効けばいいなっていうくらいのですね、余裕の心で導入するといいんじゃないかなと思います。もし効かなくても定期的に水を飲んでいるという習慣をつければですね、体にはいい影響が出ると思いますので、ぜひ、水を飲むということをですね、主体に考えつつ、バナジウムの効果を、軽く期待してみてはいかがでしょうか。でこんな感じですね。富士ミネラルウォーターは、先ほどちょっと言ったことがですね、ここに書かれてますね。富士ミネラルウォーターは1929年創業の日本のナチュラルミネラルウォーターのパイオニアです。発売以来、高品を招く公式の席などの卓上水として使用されています。水質は富士山の玄武岩村を通り、バナジウムを多く含んだ弱アルカリ性のまろやかな軟水タイプですと書かれていますね。こんな感じです。この自系水っていうものを飲みたい、ただ慈恵医大には行けない、慈恵医大病院には行くことができないっていう人はですね、富士ミネラルウォーターを買っていただければ中身が同じですので、この水を楽しむことができます。富士ミネラルウォーターはですね、スターバックス等にも売ってますので、ぜひ、一度手に入れて飲んでみてください。よろしくお願いします。